はい。JR 九州省鹿児島第一高等学校との、機構は全国高等学校鉄道模型コンテスト九州大会2021高校生部門において優秀な成績を収められました。よってここにその栄誉をたたえ表彰いたします。令和3年8月15日九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長青柳俊雄、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。私も実は8月の14、15、会場に行ってまいりまして、その場でですね、JR 九州省を選んでくれといきなり言われまして、まあ、慌てて作品を見たくなったんですが、まあ、その中でもやっぱり結局3つ選んだんですが、2つはやっぱり九州の学校でして、1つは東京の学校でした。で、3校に選ばさせていただいたんですが、第一高校さんのこのジオラムはですね、最初は、まあ、全体のパッと見た時もですね、よくできてるなという感じがしたんですが、ロケの風景をですね、ちゃんと中に織り込んであるんだよっていう話を聞かされて、もう一度よく見ると、いやもう笑ってしまいました。これで決まりだなとすぐ決めてしまいました。ぐらいですね、本当に手の込んだジオラマができているわけなんですが、その中にそういったウィットというんですかね、面白さをちゃんと揃えている、そういった素晴らしい作品だったのではないかなと思っています。鉄道のジオラマっていうのはですね、こういう部があるんですかね、鉄道模型っていうのは。はい、こうやってですね、鉄道をいろんな角度から見ていただいていけるのは本当に嬉しく思ってますし、こういうジオラマを作っていただくのはありがたいなと思ってます。ジオラマに関して言うと、開会、九州大会の会場の中でもちょっと挨拶で話しましたが、実は私もですね、息子が、まだ小さい頃、小学生の頃ですが、Nゲージにハマってですね、こうやってるのを見て、もうせっかくだからジオラマを作ろうと思って挑戦したことがあります。奥の深いものでありまして、やってるうちにですね、大変だな、えらいことを始めてしまったもんだなと思ったんですが、やってるうちにだんだんハマってくるんですね。やはり、単に、風景を写すだけじゃなくて、やっぱりいろんな、まあ、この作品もそうなんですが、こういうことがあったらいいなとか、こういうふうにしたいなというような思いがどんどんそのジオラマに入っていく、それがやっぱりジオラマの文化さなんではないかなと思っています。そういった意味でですね、ぜひこの鉄道模型部をですね、後輩の皆様にもですね、ぜひともこの楽しさをですね、伝えていただきまして、第一高校においてずっとこういう作品活動がですね、続くようにお願いをしたいなと思っていますし、そうやってそのジオラマを通してですね、ぜひとも九州の鉄道の方でですね、愛情を持って接していただきたいなと、我々も一生懸命九州の鉄道の、存続のために頑張っておりますが、皆さんからも応援をぜひ期待していただければと思っています。これからもですね、九州のこういった鉄道をこのジオラマにすることによって、みんなにそういう鉄道の良さをね、これからも伝えていっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。そして、おめでとうございます。ありがとうございます。今回、このような形で、コンテストの授賞式を行うことができて、本当にありがとうございます。今回は、今年も、昨年に引き続き、九州の風景をモチーフに、さまざまな工夫を凝らしたジオラマ作品を作ることができたと思います。今回、鹿児島中央駅で展示させていただけるということで、多くの方々にこの作品をご覧になっていただけたらとても嬉しいです。 また今回このようにコンテストに参加にご協力いただしてくださった先生方や友人たちにも、とても感謝しています。来年もまたこのコンテスト
に参加するように、これからも頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。